本日は成人式のおすすめの黒スーツのコーディネートをご紹介したいと思います。よいしょ。オクテットチャンネル。はい、こんにちは。オクテットチャンネルのムンです。今日はですね、またちょっと成人式のおすすめのコーディネートをご紹介したいなと思ってます。そしてまたですね、コメントいただきました。ありがとうございます。そしてコメントの中で、今日はあの黒スーツ、まあブラックスーツですね、ブラックのスーツのおすすめのコーディネートをご紹介してほしいっていうあのコメントでしたので、ちょっとね、今日はそちらの黒スーツをちょっといくつかピックアップしてご紹介したいなと思ってます。はい、ということで早速いきましょう。まずですね、黒スーツ、まあ、黒スーツも確かにね、あの成人式でも多いです。で、まあなんだろうな、あのブラックって結構こう、まあ、フレッシャーの方とかでも非常によく出るお色ではありますね。で、なんでしょうね、結構まあ勘違いしてるんですけど、皆さん黒スーツじゃなきゃいけないと思ってるっていう方とか結構いるんですよね。あのフレッシャーの時とかね、こう面接の時とか で基本的にはなんだろうな、ブラックっていうのは本来はあの礼装用のシーンでしか基本的には着用しない色なんです。なので実はスーツの中において、特にビジネススーツというものにおいて、黒っていうのは結構着にくい色だったりします。多分この辺は実は、そういう本質は、そこにあるんですけれども、ただ、実際まあ日本の社会の中においては黒スーツっていうのは結構 ある程度のポジションを取ってますので、全然あの成人式はもちろんですし、あの事前診断来ていただいても、そこまで問題はないです。ということで、そんな理由も加味しながら、まあ、フレッシャーとかも兼ねて、成人式で黒のスーツっていう方も結構やっぱりいらっしゃるんですね。実際僕の成人式の時も黒スーツいっぱいいました。で、黒スーツをかっこよく着こなす方法いくつかあるんですけど、まずはですね、ブラックはやっぱりめちゃくちゃ色が濃いですよね。もう世界で一番濃い色じゃないですか。で、無彩色なんですけれども、他のグレーやホワイトとは少し違って、ブラックっていうのは非常にですね、その色だけが持つ個性みたいなのがめちゃくちゃ強いんですよ。なので、ブラックをうまく着こなすのであれば、暖色系や、暗めのトーンで態度アップするか、もしくはモノトーンやワントーンに振ってしまって、一気にモードの雰囲気に持っていくのが非常にいいのかなと思います。はい。で、例えばですね、まずまあブラックスーツということで、ほとんどの方が基本的にはこういう感じですよね、いわゆる無地系か、もしくはこのようにですね、これも若干うっすらとストライプが入ってるんですけど、折り柄で入ってるいわゆるシャドーストライプのスーツになります。これがやっぱり一番多いのかなと思います。で、このじゃあ、ブラックのスーツをビジネスっぽくなくかっこよく着こなすなら、まあ、先ほど申し上げた通り、まずは、モノトーンやワントーンを使ったモードなコーディネート。モノトーンであれば、まあ、申し上げるまでもなくシャツは白、白シャツです。白シャツを例えばこのように入れてあげる。じゃあネクタイはというと、このあたりですね。例えば、ブラックのドットのネクタイ、このあたりをこのように刺してあげる。こうすると、まあ、色味は非常に抑えてるんですけれども、まあ、なんかちょっと物足りないかななんて思う方もいるかもしれませんが、ブラックっていうのはそれだけで映えると思ってください。黒っていうのはそれだけ色味が強いものですし、あの非常にですね、与える印象も強いので、これだけで十分決まります。非常にかっこいいです。なのでブラックのこのドットのネクタイを刺してあげる、もしくはまあ黒無地系のタイですよね。ただ、普通の黒無地のタイを選んでしまうと、ただの礼装の格好みたいになってしまうので、ちょっとね、このように例えば細くてうっすらとこれも柄があるんですよね。こういうね、あのちょっとモード系の格好をするのもいいかなと思います。まあ例えばこれをあのさっきのモノトーンじゃなくて、これはねあえて若干グラデーションも意識しながら、ちょっと濃いめのネイビーなんかを選んでみましたけども、このように少しワントーン系のコーディネートにしてあげて、同様にこのようなブラック系のネクタイを刺してあげるのも非常にかっこいいです。で、まあ、今のコーディネートであれば申し上げるまでもなく靴はブラックですね、ブラックの靴を履いていただいて、まあ、一気で全身の統一感っていうのをしっかり持っていただけると、非常にあの洗練されてかっこいいコーディネートになると思います。
そして、まあ、他の方のコメントでも、ちらほらあったのですが、黒のストライプのスーツですね、これも結構あるかなと思います。それが、まあ、こちらですね、まあ、これは結構ピッチが細めの、細いんですけど、まあ、若干ですね、うっすらホワイトの、ストライプが入っております。このスーツに合わせるのであれば、例えばこれもですね、同様にですね、ブラックっていうのは非常にやっぱり何度も申し上げる通り色が非常に強いので、なんでしょうね、普通のグレーやブラウンのスーツに合わせるようなコーディネートをしてしまっては、全て黒に持ってかれるようなイメージになってしまいます。なんかこう負けちゃうんですよね、 V ゾーンが。なのでここもね、潔くやっぱり白シャツとかがいいかなと思います。まあ、サックスブルーとかでもいいんですけど、その場合は、ネクタイの色を結構濃いめにしてあげるとかね。でこれも同様に、でこのシャツに対して例えば白、そして白っていう部分の色を拾うような感じで、このような、先ほども同じようなドットのネクタイとかを持ってきてあげると、これはまたちょっとモードとは一味違ったね、ちょっとクラシックな印象にもなるコーディネートになるかなと思います。そしてここまで結構無彩色ですから、例えばこのようなボルドー系のネクタイを入れてあげても非常にかっこいいですね。ここで注意が必要なのは、これよりね、明るい赤、これ明るい赤とかは何でしょうね、ちょっとこう難しいかなと思います。全体のトーンがちょっとちぐはぐになりやすいんですよね。まあ、なんかドナルド・トランプさんみたいにね、まあ、あの人はあえてね、ネクタイをビビって強調させてっていう風にわざとやってるんですけれども、そうなってしまうとなかなか V ゾーンとしてこう剥離しちゃうんですよね。バラバラになってしまうので、できるだけ例えばこのぐらいとかね、そんな感じで合わせてあげると非常にいいかなと思います。あと、まあ、最後にちょっとこうブラックの中でも、例えばこんなスーツもあります。これなんか結構ねビジネスシーンでも使えるようなね、ちょっとおしゃれなスーツですよね。これは、よく見ていただくと、ブラックに対してチャコールグレーかな、チャコールグレーとそしてボルドーのストライプが入っております。この場合でしたら結構ネクタイの幅も効いてきますね。例えばこちらもですね、同様に白シャツや、ちょっとパーティーっぽくこのような暗めのシャツでもいいですに対して、この赤ですねを拾うような感じで、先ほど同様にちょっとボルドー系のネクタイをしてみたり、もしくは少し外しを加えるような感じで、ちょっとこれはもう、ポイントは濃いめを選ぶいただく、濃いめのオレンジのネクタイをしてみる。でこのオレンジのネクタイをした場合は、靴も例えばこういう茶靴でも大丈夫です。このようにして、色を拾ってあげるようなコーディネートしていただくと非常にいいかなと思います。まあ、なので合わせ方としては、普通の僕が他の動画でもお話ししているスーツの基本的な合わせ方と全く同じなんですけれども、ちょっと注意していただきたいのは、黒っていうのは、まあ、その一着ですごくね生えてしまう、なんなら他の色が負けてしまうぐらい強い色であるということなので、中途半端に、まあ、色味を加えようと思ってなんかこう鮮やかにやろうとしてみても全部黒に持ってかれてしまうということになりかねないんですね。なので潔くこうブラックとかねモードとかに振ってしまうか、ネクタイを合わせるのであれば暖色系やちょっと暗めのトーンを意識していただくといいかなと思います。もしくは、先ほどのように少しね自分の持ってる行こうとしている黒スーツがブラック無地なのか白ストライプが入っているのか、もしくはちょっと赤めのストライプが入っているのかっていうのを見極めていただいて、その色を拾うようなコーディネートしていただくと、ワンランクもツーランクも上の正式のコーディネートになるかなと思います。ということで今日は、成人式のおすすめのブラックスーツのコーディネートについてお話しました。今後もこの動画は毎日8時に更新しておりますので、ぜひ皆さんご視聴なさってチャンネル登録の方もお願いいたします。あとですね、僕の動画に何か分からないことがあれば LINE もしくは、コメント欄の方からご要望ください。お待ちしております。はい、それではムネでした。バイバイ。